キハ189系機動車は、西日本旅客鉄道の特急系機動車である。特急、浜風で使用されていた、キハ181系機動車は、製造から40年弱が経過し、老朽化が進行していた。このキハ181系を機械用として、新潟トランシスによって製造されたのが、本形式である。なお、 本系列の投入に伴い、山陰本線和田山駅から伊久美駅間と万端線、寺前駅和田山駅間の駅ホームのかさ上げや、信号設備、線形など、地上設備の改良も実施された。改良の完了までは、エンジン出力を一機あたり 198PS に、制限していたが、2012年3月17日のダイヤ改正からスピードアップと所要時間短縮が、 実施されている。車体はステンレス製で先頭部の未構成としている。外観デザインはステンレスのジーロー主体に赤音色を車体側面の帯や前面のアクセントとして採用している。乗降扉は姫路型 2000mm の引き戸で一箇所としており、半自動ボタンが設置されている。安全面ではオフセット衝突対策や 衝撃吸収構造の採用で、車体構造が見直され、車両連結面には転落防止ホロが設置されているが、戦闘車前面はなし。戦闘車前面は、パノラミックウィンドウや、頭部の配置など、キハ1 8 1系のデザインを踏襲したものとされ、連結機は新たに、電気連結機付き密着連結機が採用されている。基本編成以上であれば、 主に新快速で使用されている223系、電車、225系電車などと同等の最高速度、時速 130km で走行が可能である。中間車を抜いて2両編成で運用することも可能であるが、この場合最高速度は時速 120km に抑えられる。側面の種別、行き先表示器は、 キハ1 8 7系機動車と同様に LED 式を採用している。キハ1 8 7系とは異なり、全面貫通扉部分に列車相性表示器は設置されていない。台車台車左寄りには排称器が見える。各車両にディーゼルエンジン2機、電源装置1台、空気圧縮機2台、燃料タンク2台、蓄電池が搭載されている。エンジンは、 排気をクリーンにするために、コモンレール燃料噴射装置を採用し、排出ガス中の窒素酸化物やススなどの排出量を低減させた小松製の SA6D140HE-2 を各車両に2機ずつ搭載する。エンジン1機の定格出力は 331kW。 定格回転数は 2100rpm で、下吸気及び吸気冷却装置を備える。このほか、キハ 181K や、キハ40.47型と同等の車両性能に変更できる、要、性能選択スイッチが搭載されている。空気圧縮機は、ベルト駆動式を採用し、毎分600リットルの容量が備わっている。 空調装置などのサービス用電源装置として、エンジンの駆動力を利用した発電機が搭載されており、電源装置は用途に応じて、参照、交流4 4 0ト5 9区交流1 0 0ト1 9馬、直流1 0 0ト5ット直流24 2 4ト2ットの4種を供給する。台車は一軸駆動式で、 2 2 3系で実績のある軸量式の WDT66 ボルスタレス台車を採用。アンチローリング装置を設置し、急カーブの通過を考慮して、先頭車両台車の先頭軸には、フランジという装置を備えている。ブレーキには、台車ごとの制御となる、機関ブレーキ、排気ブレーキ、併用電気指令式空気ブレーキを採用する。基礎ブレーキ装置は、 踏み面らユニットブレーキ、ディスクブレーキと踏み面らユニットブレーキの併用となっている。空調装置は集約分散式のワウ 707A が1両あたりに木屋根状に搭載される。冷房能力は1機あたり2万キロカロリー H で1両あたり4万キロカロリー H となっている。客室内には LED 式の車内案内表示装置が設置されている。 キハ1 8 1系で連結されていたグリーン車は設定されておらず普通車のみで蘇生される。座席は6 8 3系電車4000番台に準ずるリクライニングシートを横にプラス2列の4アブレストで配置するが、モケットは青色から赤色に変更されている。シートピッチはキハ1 8 1系の910。 ミリメートルから970ミリメートルに拡大し、車端部座席にモバイル機器用コンセントが設置される。キハ189系0バンダ台にはバリアフリー設備として多目的室や車椅子での使用に対応した洋式トイレが設置されている。アマルベ橋梁を渡るキハ189系2016年4月1日現在。 水田総合車両所京都市所に3両編成7本が配置されている。特急、浜風として大阪駅鳥取駅間で運用されるほか、2014年3月17日より、平日ダイヤでの運転日のみ、浜風6号の間合い運用として、通勤特急、琵琶湖エクスプレス2号にも充当されている。いずれも3両編成を基本としているが、 多客時には3両編成を2本連結した6両編成で運行される。臨時列車としては、2011年1月8日からは、冬季臨時列車であるカニカニ浜風にも使用されているほか、2011年6月からは、ハリマ地区から奈良方面の修学旅行列車としても運用されている。また、サンインデスティネーションキャンペーン開催に合わせ、 2012年は10月6日から11月25日までの土曜、休日に臨時特急、スーパーマツカゼ96号97号に、2018年は7月1日から9月30日までの土曜、休日で臨時特急、大1 1号2号4号にそれぞれ充当された。このほか、トワイライトエクスプレス随風運転開始前の試運転として、 山陽本線も走行している。2010年3月19日に第一編成が公衆輸送され、2010年3月23日に北陸本線で公式試運転が行われた後、同日付で京都総合運転所に配置され、同年4月9日に豊岡鉄道部で関係者に公開されている。当初は2011年度に営業運転を開始すると、 されていたが、2010年7月の定例社長会見により、同年11月7日より、営業運転を開始することが発表された。営業運転の開始までに、2010年9月18日に、豊岡駅、同年9月19日に、浜坂駅、霞駅、同年10月17日に、姫路駅、神戸駅の順に、車両展示会が実施された。 ありがとうございます。